ですか。またこれもね、ちょっとオレンジっぽい感じの、うん、花で、こういった感じで、うん、なんだろう、ピンク、ピンクと、ちょっと黄色が、なんかこう、合わさったような、ね、とオレンジと黄色が合わさったような、なんかこう、うん。これも何バラかバラですね。暖色系っていうのかな、結構まあ、あったかみのある色。さっきのオレンジドットよりは、ちょっとこの花びらがちょっと柔らかい感じの。そう、柔らかい、なんかね、可愛いですよね。なんか、フリルみたいな感じで。ね、可愛らしいです。女の子っぽい。そう、フリルのね。これが何でしたっけ、チョコレンジ。チョコレンジ。チョコレンジ。いいですね。はい。あと、お次。はい、黄色いのが出てきましたよ。はい。うん、こっちがあんこ、こっちがあんこ。こちらがルミエールという、ね。ルミエール。ルミエール。はい。こちらね、黄色い。うん、黄色い。ルミエール。なんか待ち合わせとかで行きそうな感じです。そうですね。喫茶店にありそうな感じですよね。これもバラかの。はい。これはね、結構男性になんか好まれそうなお花かなっていう。ルミエール？ルミエール。どうですか？うわ、うん、あれ、今切ったやつです。ちょっとね、ちょっとね、ハプニングが発生してますけど。なんか陽気な音楽が流れてます。今、音を切ったはずやろな。ルミエール。はい。こちらね、爽やかな、うん、レモンカラーっていうのかな。はい。爽やかなお色。ほとんどね、うん、爽やかなお色になってます。途中で切れて、ちょっと本日また二部構成となってしまいましたね。はい、申し訳ございません。はい。こちら、はい、二部構成となっております。うん。ということで、どのお花が一番良かったですか？僕、名前チョコレンジ。チョコレンジ、名前的にはね、あの、花びらもね、ちょっとこう、ふわっとしてる。うん、僕、あの、花水木とか好きなんですよ。ああ、花水木。うちのアパートの前、エントランスの前に、あの、花水木の木があって、あそう。ああいうなんかちょっとふにゃーっとしてる。はい。ふわっと癒される感じ。そうですね。もう可愛い。ふわふわっとしてるな。うん。感じがやっぱいいですよね。お花っていう感じで。うん。あとね、あの、うん、ちょっとインフォメーションがございます。はい。10月の24日の水曜日、7時から9時で、はい、パソナ本社、さんで、うん、はい、山中みどりさんという講師の方をお招きして、うん、はい、花と緑のある生活がいかに心と体に健康をもたらし、美容に効果的かを学ぶ。美容にも？はい、花講座があります。大手町の。大手町です。はい。パソナ本社なんですね。はい、パソナ本社。大手町のパソナ本社であります。あの、花の効能を知って、女子力と健康アップを目指しましょうという方で女性を応援するような、はい、講座となっております。またこの講師の先生も綺麗なんですよ。綺麗なんですよ、本当に。もうこの、だから実践者の講師先生みたいになれるんですよ。憧れですよね、やっぱり。まず、ジュリちゃんはね、あの、まあもう、外見はもうモデルさんやからね、もうそれも綺麗ですけど、まあ中身をちょっともうちょっとね。磨いていかないと。中身がもう、ほんま、わけわかりませんからね、ジュリワールド。ジュリワールド。本当、僕はあの、今日で3回目なんですけども、全くも理解できないやつ。はい、申し訳ないけど、もっとね、やっぱり山中みどりさんを見習ってね、はい、他の方も、かよこさんとか素敵な女性がたくさんいらっしゃるのでね、はい、はい、浜の美容家の、あのね、はい、はい、お願いします。小野寺ともえさんを見習って、はい、磨っていこう、いこうと思います。はい。はい。では一旦ボードに、ボードにもう行かないで、はい。いや、何を言うか、笑ってる、笑ってまた曲行きましょうか。はい、では曲に行きたいと思います。笑ってる。次、はい、前に、はい、ゲストで、うん、はい、はい、ちょっとジャケット見せましょうか。僕持ってきましょうか。はい、出ていただいた花輪さんが、はい、花輪さんが、はい、のユニットのフェルメールの曲で、はい、ソーフライをお聴きいただきたいと思います。どうぞ。
勇気づけられる曲ですね。うん。では、はい、ゆきこさん、はい。いかがでしたか？今日。いきなり。申し訳なかったです。もう、終わりなんですか？もうね、ちょっともう、残り5分ということで。なんか、ちょっと早かったです。もうね、ちょっと進行の私が、いっぱいいっぱいで。もっと喋りたい。もっとこの、広瀬樹里のね、このもう、伝説を喋りたいんですけど。伝説。今日ね、ちょっとパクさん、ちょっと、一応見てるんですけども、なかなか。たくさんね、コメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。バク荒野さん。はい。バクさん、申し訳ないです。ちょっとね、しほチャンネルが10月の何日から配信なんですかっていうことなんですけど、はい、ちょっとまだ日程が決まっていないので、決まったら、ちょっと随時お知らせいたしますので、ちょっとお待ちください。はい、楽しみにしてください。多分配信のね、1時間ぐらい前に宣伝。ああ、そんなきりじゃないですよ。もっと余裕持って配信すると思います。告知しますので。ね、でもご心配なく。もうちょっと余裕持ってって、お前が言うな。私が一番余裕ない。ね、申し訳ないですね。日本、世界中のもう広瀬樹里ファンが、だってもう世界にね、もう羽ばたくもモデルさんですから。なんでそんな大きく言うんですか？いや、だっていいじゃないですか、やっぱモデルさんはね。はい。もう、世界でね、マーケットね。でも僕もね、そう思って。世界でね、行ってるんですよね。そうなんですよ、はい、世界。だから僕もそう思って、バルーンをやり始めたんですけども。はい。だって、外国でバルーンアウトをされたんですか、ね、そうです。アメリカ、インドネシア、中国。うわー、そんなに。はい。すごいですね。まあ、言葉いらないんでね。まあ、簡単なの。ボディランゲージ。僕なんか元もめちゃくちゃな英語で。はい。もう、作りながら、What's this? とか言って。はい、そうです。そうですよね。はい。なんか結構、英語を喋る外国のお子さんとかにもね、もう笑顔でなんか、
結構、流暢に喋ってましたよね。流暢に、あ、ありがとうございます。流暢っていうかね、もう、ノリノリで。全然流暢ちゃうわ。褒めといてね、それ。すいません。ほんとマルチなかったですよね。急になんかね、なんかすごいですよね。まあでもメインは、メインは漫才。漫才。どこら辺で浅草の、東洋館というところでですね、はい、今話題になってるのは、ナイツという二人組がおりましてね、結構 M1 とかで、ザ・漫才とかね、出ております。ナイツちゃんが、漫才協会というのに入っておりまして、はい、僕たちはその漫才協会じゃなく漫才なのに、ボーイズバラエティ協会というですね、はい、そちらに入っておりまして、二月に一回ですね、だいたい3日から4日、浅草の東洋館という演芸場に出ておりますので、はい、そちらの方です。まあ、政治圭介のホームページがございますので、政横棒の町、政治、経営横棒の橋経営、平仮名、全部平仮名の政治経営というホームページがございます。そちらの方ですね、見ていただきたいと思います。僕も一応Facebook もやっております。はい。やっております。はい。ぜひ、私とお友達なので、はい、はい。私の中から探していただいたり。はい。はい、何でしたっけ？ただ僕Facebook の名前は、ケースケバルーンピエロというですね。そうなんですよ。全部英語なんですけども、ただ、バルーンのスペル僕間違えてます。はい。探しにくい、それ。普通は、BALLOON なんですけど、僕、BAL1 個だけです。だから、普通にバルーンって入れちゃうと出てきませんもん。ケースケバルーンピエロね。間違えたバルーンを入れていただきたい。まあ、わかりやすいです。バルーンのね、ハットをかぶったね。かわいい。ピエロのね、ケースケ君がおりますので、ぜひジュリちゃんの中から探していただきたいと思います。はい。まず私から探していただけたらと思います。もう一個だけ。中村さん、ありがとうございます。ありがとうございます。告知いいですか、はい、もう一個だけ。はい、どうぞどうぞ。大丈夫ですか全然ですね、はい。思い出しました。今ですね、ちょうど全国公開中の映画、ビンゴという、AKB48 の、松井咲ちゃんと、AKB48 の、松井咲ちゃんと、はい、ゴーカイジャーの、はい、清水くんがダブル主演のです、ビンゴという、リアル鬼ごっことかのね、はい、原作者の、福田洋平監督が監督されました、ビンゴという映画に、ケースが出ておりますので、はい、そちらの方も、ぜひですね。日本全国と言いましても、若干上映感は少ないです。はい。あら。ポンポンポン、日本列島のポン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 、日本、全国公開というね。あ、希少価値なんですね。そうですよ。そうですよ、はい。はい。限られているので、ぜひ、はい、調べていただいて。そして皆さんに、はい、朗報がございます。はい。早く見に行かないと、なくなってしまいます。はい。期間が迫っておりますので、ね、はい。はい。はい、相方さんのご紹介はいいんですか？政治は今、板橋で、酒飲んでると思います。はい、それいいんですか？そんなリアルな何か。ね、それで大丈夫です、ね。はい。政治さんもバナナとされてるんですか？やってますね。はい。風船王子という名前で、そして僕風船って言えばね。へぇ、面白い。やっております。はい。ということで、ぜひ映画ビンゴを、ぜひお見逃しなく。はい。私も見に行きます。あ、この番組は、パッサーフラワースタジオ、パッサークロージング、そして、運転する女性を応援するシフトアップクラブの提供でお送りしました。はい。ということで、はい、1時間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ジュリちゃんありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ね、長浜さんが辞められた理由がちょっとなかったような気が。私が辞めさせたんですね、むしろね。もう嫌だっていうことで逃げられたんですね、私ね。そんなことないですよ。逃げられたんです、ね、だってジュリちゃんの横に座りたい。この椅子はもうみんな取り合ってますからね。もう、日本中のもうタレントが、男性タレントが。ゲスト随時募集してますので、助けてください。助けてください。どんな。ぜひ、番組を盛り上げに来てください。いいんですよね。はい。ソーシャルでコメントしてくれる方も、もし、機会がありましたら、こちらの番組に遊びに来ていただけたらなと思います。そうなんですか。はい。ぜひ、直接お会いしてみたい方たくさんいますので、うん、はい。ぜひお願いします。ということで。はいはい、本日は1時間ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい。ということで、はい、佐藤志保ちゃん来るかな？お邪魔します。おいで。ということで、出かけていただいたんで、元気の。はい。ちょっとまだ入ってないかな？入ってるかな？入ってます。もうちょい奥に入ってくる。はい。現役女子大生タレントの佐藤志保ちゃんと、はい。二人タレントで、ゲストでお迎えして。あと、三人タレントで。
1時間ありがとうございました。ということでパッサースイーツブレンド毎週月曜夜7時から、また来週もお目にかかりたいと思います。また来週ということで、また最終、また来週また来週